はい、では、高橋陽樹のシネマ館配信ですが、今日は映画関係者の方とお話ししたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。どうぞ。はい、ご無沙汰しております。制作応援、広垣と申します。よよろろししくくおお願い願いししまます。す。よろしくお願いします。はい、個人的には今ね、ちょっとヘルパー兼マネージャー兼プロデューサー的なことも やってもらってるような感じでございます。はい、お付き合いいいただや、きこあちりがらことうごそ、ざいまありす。がとうございますね。いろんな話する前にね、この間ね、この間から、今年からね、いろんな舞台を一緒に行っていただいて、そうですね。はい、お世話になってます。3本見ましたよね、舞台ですね。そうですね。二人静かと、はいはいはい。99%と、はい。99%見たんね、ちょっとだけ見たんね、舞台ですね。はいはい、見ましいたましね。たよ。はい。うん。で、この間、ナンバーパーク神話で、ファイヤーバードというね、はい。外人さんの舞台挨拶見に行っはい。たんですけど、舞台挨拶自体はどうでしたか？ 見てなくて見た、行ったんで。まあ、うん。舞台挨拶って大体あんな感じですよね。まあ、外国人が来て、通訳の人がいて、司会者がいて、なんか、このやりとりが、なんかね、まあ、そんなスラスラいかず、みたいな感じが、でもあまあ、れね、そういう。大阪がちょっと緊張感がないね。ああ、ちょっ東京になと、ると、ちょっと全国的に流れるから、あれけもっど、とパチッとね、来た、うやっぱ大阪ん。うん。なと思ね。もう、なりで行ってしもてんねんな、みたいな感じはちょっとありましたけど。はい、だまあ、からそまあ、れが悪いわけじゃなく、うん。こっちとしてはまあ、もそれ、う、ね、素が出てその方がいいのかなっていうところもあるし。こっちとしては進行のね、クリスさん知ってたんでね、なんかそれもおかしくて、ね、これ行った人で、西尾監督がパークスのは全部上げてはったんで、それ見ていただくと全部わかるんですけど、るんですね、そういうの。ちゃんとね、監督がね、こう喋ってるのに、はい。通訳さんのをかぶせてました。だから、ああ、そうなんや。実際の舞台挨拶30分あったけど、うん。だ結局2分の1ぐらいになってるから、はい十はい。何分で収まって、うん。見やすくなってるってね。さすが映像監督やなと思って、ああ。は字幕で出すんかなと思ったら、外人さんが喋ってる同時通訳みたいにいはいはい。やってましたんで、びっくりしたんで。うん、あはい、りがたい。よかったら広がってみてください。皆さんも見てください。はい。で、それでね、映画も見ていただいて。そうですね。まだやってるでしょう。はい。やってます。まあ、はいはい。今日から2週目なんで、今日これアッああ、プますだる2周目、はい。2週目ですから、せめて3週目は。ね、そうでミニす。シアターランキング第4位でしたから。まあ、そうでしょう。見た人は納得できる内容なんで、まあ、ぜひ見てほしいなとは思います。だからまあ割合その口コミでちょっと人がやっぱ動いてる。口コミでもうん。人が愛好家映画もあるんで、そうですね。その中では口コミで動いてるうん。うん。映画でございます。はい。おすすめできます。そうですね。やっぱりね、映画に携わってる人なんで、こう話すときも映画を大事にしたいですね。できてるかどうかはちょっと すみません。はい。そうです洋ね。画やから知らんわっていう感じいや、そんなことはない。そんなことないでですす。ね。はい。ね、映画制作でいろいろ行かれてるんですけど、特にどんな仕事が多いですか？どんな仕事？どんな役目が多いんですかね？役目？だから、朝、一番早く行って鍵開けるとかそういうことですかね。そうなると、最初ね、仕事として、うん。で、ね、当然、なんだかんだ用意あるじゃないですか。まあ、夜、まあ、暗い状態で行くと、サービスって言って、ライト用意しないと、ね、動ける状態じゃないというか、まあ、オープンとか特にね。なるほどね。ですよね。エキストラさんが来たときは、エキストラさんの対応とかも、それは別ですか？それはあんまりしない。まあ、人数によります。まあ、対応する方はいるんですけど、まあ、ね、100人、200人の規模になるとね、もう声も届かないみたいな状態だとしたら、まあ、ね、後ろの人聞こえてますか？こう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 言ってますっていう、まあ、それはもう勝手なお手伝いですけどね。でもね、必要です。重要ですもんね。まあ、経験上ね、うん、まあ、うん、感じてるんで、はい、その辺のケアしたりはしだからままあ、す。照明とかそんなのは別にしないね。だからそこまでは美術的なのは特にはしない。照明の手伝いまあ、もするんです照明、機か？音声、材音声の手伝い。を、
いや、音声もそんな、まあ荷物運ぶぐらいはしますよ。うん、その山の上に機材あげるとか、まあ、多々ありますからね、そういう。だ声を取ったりはしないけどね。あ、それはないです。なるね。うん、なんか そっちの、ね、制作部ってそっちのイメージもあったりするからね。うん。まあ、なんでもやるというか、やるんですけど、うん、まあ、できること限られてるんでね。うん、まあ、日本アカデミー賞の部門賞にはないということですね。まあ、ないですよね。照明とか美術はあるじゃないですか。まあ、はいはいはい。制作部、あ、けど制作部はありますよ。うん、制作部の賞もありますよ。ああ、そう、うん。なんか、TOTOでロケ地探してくるのは制作部なんで。はいはい。うん。そういう面ではあります、制作部も。うん。うん、でも、賞的にね。まあ、それは重なって、なくて。その賞を取ったからって、これ見に行こうっていうの、まあ、宣伝の材料にはならない。でも、どういう基準かね。最優秀制作部賞で、何に対して、どうどういう気に対して。それは、その絵に出るようなもんではないから。美術とか、まあ、美術は一緒やから、わかるし。はいはいはい、道具やから分かるけどね、うん、正面もなんかよく笑い話で言ってましたけどね、はい、あの映画のこの正面は良かったですね、どういう判断で、うん、ね、いや、いろ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 あるというか、うんうん、まあ、あるんでしょうけど、はい、私もそこその細かいところまでは分かんないです、だから賞の基準がどうなんかなと思いながらね、まあ、まあ、影、まあ、照明って光当ててるようで、うん、まあ、影を作る仕事みたいな、ね、言われ方もするんで、うん、その辺の、まあね、キャラクターの心情をうまくその影で表現してるとか、うん、まあ、そういう見方もするかな。なるほどね、なるほどね、そうですね。はい、でね、まあ、いろんな映画行かれてるんですけど、これ、去年、おととし行った分が、いよいよ今年、こう、まあ、そう、まあ、うん、感じですかね、今。去年、おととし、その前かな。はいはいはい、公式で発表になったのが今、2本ぐらいあるということなんですけど、はいはい、そうですね。1本は、力入れて、まあ、1本、うん、1本は、はい、まずあのテレビドラマから始まるんですけど、はい、TBS ドラマの、からかい上手の高木さんっていうのがあります。はい、それ、3月26日の深夜24時58分スタートで、地上波で見られます。金曜日の晩でしたっけ、あの時間で、最近。火曜日深夜ですね。最近は遅めにドラマやってる、うん、ね。そうそう、その枠で、はい、はい。どのチャンネルもあれ、曜日的に深夜割りドラマ ね、昔は絶対しない時間帯にやってますもん、はいはい、うん、まあね、そこから映画化されたりね、はい、あのゴールデン行ったりもしますからね。はい、ね、それがだから、それが2ヶ月ぐらい放映される。8回か10回ですね、多分ね。そうですね。ね、うん、で、それが8回ぐらいだ、それが終わると同時に、はい、次、劇場版。はい、劇場版、5月31日、はい、はい、映画、からかい上手の高木さん、まあ、アニメ版もあったんですけど、この実写版ということで、はい。はい、ね、我らが作品としては、こう、はい、いろんな人気なんですね、うん、ドラマになって、ま、アニメになって、実写版の劇場版するというからね。まあ、まあ、現場いたら、どういったのか、これ漫画原作で、うん、小豆島が舞台です。はいはい。で、ドラマも映画も、実際小豆島で撮ってます。うん、はい。ってことは、まあ、アニメ見る方ってね、うん、その、現場行きたい、現場というか、撮影の現場じゃなくて、聖地として、うん、なんか、当然、アニメの絵になった、そのままの景色を見たいとか、はいはい、そういう方がたくさん来てました、はい、撮影中も。なるほどね。うん、でも結局それは実写版で見れるということね、逆に言ったらね。見れます、見れます。それ、ま、まあ、またこれね、うん、ドラマ、映画でやっちゃうと、また政治がずっと広がっちゃってみたいなことになって、まあ、現場どうなんのかなって、まあ、小豆島どうなんのかなって。メリットもあるし、デメリットもあるという、ね、これだけはね。まあ、そうですね。うん、けどね、小豆島って島ってことでね、はい、その何にわか的な人があんまいないイメージでしたね。やっぱし、うん、船乗ってね、渡ってわざわざ来る人って、やっぱし暑いけど、うん、なんていうの、わがままな人が、まあ、勝手なことですけど、わがままなこと、わがままな人がいないというか、うん、分かってくれる、撮影できてます。で、まあ、タイトルとか言えないけど、わかるでしょうみたいな対応させてもらってました。なるほどね。まあね、四国行かんと小豆島行くっていうね。
人間性やからね、うん、ちょっと違いますよね。わらもなんか小豆島2回ぐらい行ったことあります。小さい時に。あ、そうですか。大人になってから行ったことないです。子供の時代に2回ぐらい行って、感覚系で行きましたけど、ね。まあ今、今はもうまたインバウンドで大変です。うん、なるね、なるね、うん。それも含めてね、見てほしいですよね、はい。そうですね。はい。それが一般って、それが終わると、はい。皆さんご存知、はい、ね、次。はい。はい、7月12日公開、はい、キングダム、はいはい、大将軍の帰還始まります、はいはい、これは4本目でしたっけ ?3 本目 ?4 本目です、4本目です、ね、これ何本目だ4本目です、4本目ですね、4本目です、はいはい、1、2は見たけど3がちょっと行く機会がなくてはいはい、はい、見てないですよ、うん、まあ、 合戦ですからで4はね、はい、あの方も出てるということで。あの方もこの方も。あの方もつるやろなとは言ってましたけどね。はい。うん、どうやろう、ちょっと、うん、まだ、うん、今回ほ、うん、ちょっとまあ、どう言ったらいいのかな、まあ、大多数ですからね。うん、で、いや、うん、でも、映る、そのメインな人の重要な死ぬときに、隣におったとは聞いてましたけどね。はい、ああ、まあ、使われてるかどうかね。でも、多分そのシーンがないと、でも困るはずみたいな。あ、そうですか。ああ、なら期待しましょう。それは、はい、今言えないですよね、ネタバレになるから。言えない。はい、我大事なシーンやから、自信持ってる。まあ、みんなそういう気持ちで多分やってると思うんですけど。うん、まあ、大変でしたわ、あれもね。あ、 そうですね、あれはね、うん、あれは日本ですよね、日本です。外国っぽいけど日本ですね。まあ、うん、そうですね。うん、実験は、中国のなんか、うん方々、うん、まあ、リモートでなんかやり取りして、うん、撮ったみたいですけど、うんうんうん、もう、まあ、今合成がね、よくできてて、もうどこからどこまでがなんか本物で、うん、作り物かという境目がね、分かりにくくてね、うん、そうですね、見てたらね、まあ、うん、ちょっと行き過ぎちゃうとちょっと嫌なんやけどね、うん、やっぱ実写で、うん、それは実写じゃないやと思うんですけど、まあ、うん、はい、そうそう、話がます。この間、そのゴジラのね、新しいやつ、ゴジラ VS、はいはいはい、コングのね、はい、新しい僕が見まして、はい、ちょっと残念に思ってます。お残念。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 はい。どちら、どこが。いやー、全体が残念。全体が残念。やっぱり着ぐるみのゴジラ世代は、ああ。ちょっと今回予告編見たときに、うん。コンピューターの世界だなと思ってしまいましたね。横編だけね、横編だけ見ただけでもね、はい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 、ちょっとやっぱり着ぐるみゴジラの世代はまあまあ監督がねああいう監督というかまあ、うん、はい、それ着ぐ、まあ、着ぐるみでやる意味がなくなっちゃうというか、まあ、絵にまあね作り物というか、まあ、着ぐるみじゃない作り物だともう細かいところまでねやりたいようにできますからね、まあね、そうですね、うん、まあね、でも制作部の方がねそんなにねできたらそうやってけなしてしまうとね、ダメだね。別にけなしてまずみんなね、いろんなスタッフがおってね、いろんな方がおってゴジラバース、うん、コングもできるわけですからね。はいはい、ね、まだ本編見てもらって高橋さんにはそうですね、もういいこと、ね、見る機会があったみたいです。多分高木さんは東宝でしたっけ、配給はね東宝です ね、はい、ね、だから来ないんちゃうかな。ああ、そうか、残念。そう、頼んでくださいまあそうですね、はい、機会があれば、はい、ただこんな配信だけのために見せませんって言ってね、東方さんは言うと思うんで、考え方が変わっていたら見ていただけますけど、うん、はい、うん、まあちょっとなんか機会があったら、はいはい、お願いしようかな、はいはいはい、ね、まだね今年も一応いろんなね撮影行かれる、ね、まあいろいろというか、うん、まあ、はい、うん、ちょっと、うん、対策が控えてまして、来てるみたいね、この後はい、はい、いいね、まあ、始まっちゃうと年内いっぱいみたいな話があるんで、ね、はい、はい、また旅立ちます。まだですね、3ヶ月ぐらい行っちゃいますね。いや、もっと、あ、もっとですか、ま、間は全然帰ってくることがないですね。いや、まだ何も分かんないです ね、それは。うん、じゃあ、それはありがたい話けど、私は困るっていう話ですね。いや、別に、まあ、困んないですけども、うん、まあ、うん。まあやってみないと分かんないですよ、これ。うん、現場の雰囲気もね、あるし、はい。はい、はい、ということでね、頑張ります。はい、今日はだらっとしゃべりますけどね、この後ね、また、広場っていうことで、はい、広場、はい、また出ていただいて、ね、はい、
そのまあミーさんもヒロなんで、また今後違うパターンで出てもらおうかなと思ってますけど、はい、このヒロヤさんには3月1日配信のアーガイルの話で登場してもらおうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。それまでね、宣伝したんですけど、これいろいろ制約があってアーガイルややこしいんで、はい、もう3月1日配信にしました、ね。うん、はいはい、もうこう2月下旬のそのあれですよ、マッチングもそうですけど、アーガイルもそうですけど、はい、何も言えない、はい、そうですね、もう、はい、もう見てねしか言えない。そうなんですよ、そうなんです。あらすじ言うのが下手な私にとってはもっとこいの作品なんですけど、まあジャンルぐらいしか言えないですよね。そうですね、この2編はだからあんまりなんやろ、見てほしないね、サイトとかね。ああ、もうね、前知識なしで見てもらっても、うんうん、いいかな。だから両方ともちょっと予告編が精一杯かな。うんうん、たまにちょっと予告編でもこう見てから予告編見ると、はい、ちょっとあーと思うシーンもあんねんけど。まあ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 。アーガイルもこの初めに見る前に見た予告編と、見てからの予告編の印象と、はい、やっぱりちゃいますよね、微妙にね。まあまあ、そういうもんですよね。ね、だからそうなんです。マッチングもこの間、はい、佐久間がテレビで。何も言えませんって言ってましたけどね。はい。あ、はい、それいいと思います。はい。それは私また一人で語りたいと思います。はい。はい。わ、はい、かりました。じゃあまた今後もよろしくお願いします。ということで、はい、今日は、はい、映画関係者と語りました。ひろがきさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。